豊かな自然。私たちが毎日過ごす中で何気なく触れ合う木は、この森が育みます。森を作ることは木を大切に育て守ること。さあ、森の仕事を覗いてみよう。村上市の就労支援事業所クロスウォーク。こちらでは村上の森で育った木を使い、キーホルダーやおもちゃを作っています。何種類かあるんですけれども、例えばイオボヤをモチーフにしたストラップなんですけど、これは旭山地から、取れましたブナとか奈良、欅などの原木を使って、加工しております。あとは岩船杉ですね、地元の杉を使わせていただいて、こういったものを作っております。地元の製材所さんから出た細かな端材を分けてもらい、新たな命を吹き込みます。村上は大部分が山林、そこの中で豊富な森林資源というのがあって、発祥地なんですけれども、木地を作って伝統工芸になっている村上追求仕上げをしていただいて、そういった森資源のものを使って作ったものが村上特産の鮭の形を持って、もう一回皆さんの目に触れていくっていうのは一つの物語になっているのかな。福祉と伝統工芸のコラボレーションから生まれるストーリー。どんなに小さな木も村上を伝える作品になります。やっぱり木の持つぬくもり、優しさ、そういったものが手に取って見ていただけるようなものを作っていきたい。作ってる利用者さん、一生懸命やっていただいている方々についてもですね、それに応えていきたいというふうに思っています。木のぬくもりを感じる時間はここにもあります。近年ではアウトドアでも人気の焚き火、また室内では暖炉に欠かせない薪です。薪ストーブでは一番最高峰といいますか、日持ちがいいというふうに言われてますので、奈良、まあ、栗、ホオノキ、桜、雑多な広葉樹、ここを割って薪として販売しています。薪はインターネットの販売が主体となり、個人のお客様の購入が多いそうです。その薪になる広葉樹にも抱える問題がありました。広葉樹の伐採した後の販売先って、正直もう新潟県でも2択しかありませんでして、チップかもう薪、もうこのも2択なんです。正直チップとか薪だとそんな高く売れない、じゃあ切らないっていう、まあ、この負の連鎖。森の生命力は新しい木々のサイクルが大切。まっすぐ育つ針葉樹は木材として活用範囲が広い一方、広葉樹は曲がった木が多いため、伐採した後の加工処理に人手と時間がかかります。ただ山って杉もあれば広葉樹もあって、じゃあそれを一体的に整備しようと考えるか考えないか、昔に戻るって言い方あれですけども、木のぬくもり、自然のぬくもり、お客様にこう届けていけたらいいなって思って、続けていきたいなと思ってますね、はい。次回は鮭のふるさと三面川と森づくりの大切さ。